有吉さんからおしゃべりクソ野郎というあだ名をつけられていましたが、本当におしゃべりクソ野郎だったんですか？おしゃべりクソ野郎でしょうね。今も。俺ね、うん、やっぱ当時は受け入れられなくて、今それ言われたら即美味しいと思うんですけど、いじられ慣れてなかったんですよね。映画で和訳でブラッド・ピットがすっごい汚いやつのことを、俺はおしゃべりクソ野郎は嫌いなんだって言って、へえ。ブラッド・ピットが言ってて、おしゃべりクソ野郎があんな流行ったもんだから、もう和訳に使われて、そんな有名なキーワードになってたんですね。いや、俺もブラッド・ピット大好きだったから、俺はおしゃべりクソ野郎は嫌いなんだ って銃で撃たれて死んでんすよ、そいつ。まさかのブラッド・ピットに自分名指しで言われてるみたいな。まだ受け入れられなかった、若いし。それはショックですね。たまたま好きな映画見てて自分のこと言われたら。